自律神経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日はセルフケアの動画です。今日はですね、脳脊髄液の流れを良くするセルフケアの動画です。結構背骨のあたりが、背骨のこう周りの筋肉が硬くなっているとですね、脳脊髄液っていうのがあるんですけども、そこの流れも悪くなって、でその流れが悪くなると、ちょっと脳が緊張してしまったりするので、それで自律神経が乱れるっていう場合もあるので、この脳脊髄液を流れを良くするっていうセルフケアを今日やってみようと思います。ちょっと脳脊髄液の説明は今回は省くんですけども、簡単なセルフケアなので、ぜひ一緒にやってみてください。まずね、寝ます。膝を立てて寝ます。だからこれ、寝る前にやっていただけると一番いいと思うんですけど、脳脊髄液って脳と、脊髄、背骨の中に通ってる脊髄を包むように膜がついてて、その中を流れてる液体なので、まず膝をですね、右側に倒したら首を逆にひねる。これで3秒から5秒キープ。1、2、3で戻す。でこれストレッチじゃないので、無理やり限界までギギギって伸ばさなくて大丈夫なので、で今度逆いきます。膝を左に倒したら首を右にひねる。これで1、2、3は3秒から5秒をひねっていただいて戻す。でこれ右左で1セットで、これを寝る前に3セットから5セットぐらいこうひねって戻して、でゆっくり、これゆっくりですね、ゆっくりやるのがポイントですね。で戻す。でもう一回いきますよ、はい、膝と首を逆向きにする。戻す。今度逆にひねる。戻す。はい、今3回やったんですけど、これで1セットです。なのでちょっとこう脳脊髄液って縦に長くこう、頭の部分は脳を包んでるのでね、ちょっと膨らんでますけど、こう膜があって、でそこをちょっとこうひねってあげるって感じですね。それで流れを良くしましょうっていうことで、で脳脊髄液が流れが良くなると、この血の流れとかリンパの流れも一緒に良くなるよって言われてますので、これすごく簡単なセルフケアなので、ぜひ寝る前に取り入れてみていただければありがたいです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もういいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。 Thank you.